はい、ささいさい、かかずひとさです。今回はですね、オンラインで沖縄の歴史文化を楽しく学べるというものをやります。日にちがですね、10月30日、土曜日14時から、はい、そして、11月27日、同じく土曜日、14時からになっております。沖縄県内ではいろいろとやってはいるんですが、今回オンラインですので、全国から、いや、世界からですね、皆さんですね、この、見に来ることができるということでですね、ぜひとも参加していただければと思います。かかずひとさの首里城の歴史を楽しく学ぶシリーズ、こちらのですね、第3弾、琉球男子は葬儀部に不足してるのかというね、そうそう、沖縄のね、言い伝えで、沖縄の男はですね、男性は、あばら骨が、どうやら不足してると、だからちょっとおかしな行動を取る時があるんだと、だからその女性からすると不可思議な行動を取ってしまう、琉球男子なんですけども、その琉球男子、いやいや実はですね、それはできないふりをして、できるその才能を隠している、そういう部分もあるんじゃないかということですね、第3弾はお話ししたいと思っております。そしてですね、第4弾、小さな国のですね、情報戦略というものを予定しております。11月27日のやつは、第4弾、小さい国の情報戦略。まあ琉球という国なんですが、非常にこのちっちゃい、そして資源に乏しい国なんですね。ところがこの東アジアでこうキラリと光る、そしてずっとですね、なんと450年も、存在し続けるという、場所だったんですね。小さな国にはやはり戦略がありまして、一番大事なのは情報なんですよね。現在もそうですが、琉球小さい国が行っていた情報戦略、どういうふうに国を動かすといいかというね、そこも非常に重視していたということで、その辺のお話をしたいと思います。10月30日、11月27日、どちらも14時、オンライン開始となっております。お申し込み詳しい内容は下のコメント欄にありますので、それを確認してください。それでは皆さん、マッチョイビンド。